今日のやーとい、今日はちょっと音声入れてます。声が変ですけども、ですね、24時間、100キロエクストリームウォークを、2022年11月13日から14日にかけて行ってきました。その後2回目なんですけれども、やっぱり全身すごくぶっ壊れてですね、帰ってきて水風呂に浸かって、ぶっ倒れるように、20時間眠った後の、ドキュメンタリー毎日アーティスペシャルバージョンですね。ただスペシャルで声入れただけのことですけども、ちゃんとやっといできるのか、今ちょっと最初に横のピザをヘキサをやったら、まあなんとか体壊れるんじゃないかと思ったんですけども、なんかもう少し戻った感じがあったので、今日のやっといです。今日のやっといね、